はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西の朝食ですね。残り物の餃子、はい、残り物の餃子とゆで卵、はい、ゆで卵切ろうか。うまいこと切れるかな。もうこれでいいか。崩れそうだ。これでいいや。丼にしようと思いまして、はい、これ乗せまして、餃子ね、餃子6個。見た目をどうしよう。変な食べ物ですのでどうでもいいとは思いますが、で真ん中にゆで卵をねこう乗せまして、はい、餃子丼ぶり。あ、鰹節なんかあるね。鰹節かけましょうね。チンしますね。はいはい、熱々。鰹節こう色味にネギをこう散らしまして、お腹が鳴った。はい、これで完成です。はいね、いただきます。はい、餃子ね。うん、美味しい。うまいですよ。かつお節が効いてて、あ、これゆで卵。まあ、美味しいですよ。まあ別に食べればいいんでしょうけどね、おかずとご飯ね。でもまあこれはこれでいいもんですよ。これあとね、食器ちゃんと洗っときますんでね。はい、あ、紅生姜欲しかったな。餃子と紅生姜すごく合うんでね、うん、一緒に食べるとね、もうブルブルって美味しいですよね。ブルブルってなりますね。マリアージュね、紅生姜と餃子美味しいですよ。すいません、まあちゅうことで紅生姜欲しかったな。すいません。はい。天気が悪いと。まじゃまじゃじゃ。まじゃ。すいません。